さて、このあたりに果たして。お？どうしたん？あそこにいるのって。橋田さん。わかった。
今見てるとこだから。あった。本当に？スイッチ解除しましたか？それなんだけどさ、やっぱ無理に見つける必要もないんじゃね？今さら何を言ってるんです？だって別に害があるわけでもないしさ。そんなこと言って猫耳メイド服が好きなだけでしょ。ほらいいから早く切っちゃってください。ちっ、わかった、わかりましたよ。これといって何にも起きんね。とりあえず西の表に戻ってみましょうか。またあの来た道を戻るん？仕方ないでしょ。これ以上ここにいたって何もないし。ましたね。ああ沢田キュン、ほんとまさかこんなことになるなんて。何か？いや、なんか楽しんでる？そう見えますか？思いっきり見えますね。せっかくここにいるんですから楽しまなければ損というものです。それよりどうです？いえいえ、お気を使わず。沢田君は療養中って言ってたっけ？ここは東京に比べて暖かくて過ごしやすいですしね。自然も多い。多少不便なことと極上のマカロンが手に入らないことだけが残念ですが、療養には適しています。それにここには彼女もいる。彼女？瀬ノ宮美咲。
ご存知でしたか？そりゃすごい美人だったし。そういや、彼女心神喪失状態にあったとかで、保護観察処分で療養中なんだっけ。種子島にいたのね。ミサ姉はアキちゃんのお姉さんですよ。ああ。それにしてもまさかこんなところでミスターだし。橋田です。橋田さんにお会いできるとは思いませんでしたよ。つかそれ昨日も聞いたし。それだけ驚いたということですよ。それでここに来た本当の目的は。君島公、もしかしたらバグってるのかもね。バグ？だってさ、彼にしてはいたずらのレベルが低いと思わん？それは…まあもうちょっと様子を見てみんことには何とも言えないけどさ。どっちにしても、今俺たちがやらなきゃならないのはジオタグ探しで…まだやるの？そりゃそうでしょ。僕も沢田君みたいにお祭り楽しみたいんですが。君島公を止めたらいくらでも遊んでください。
久しぶりだね、水香さん。あれ？分かったよ。それともう一つ、アキのことちゃんとしてあげなよ。そんな顔するな、男だろ。それじゃあね、カイ。しっかり頑張んなよ。また来るよ、水香さん。あーじー、暑いのはみんな同じでしょ。同じじゃないっしょ。僕は野獣キュンたちと違って重い鎧を着てるんだからさ。それだけ汗かきゃいいダイエットになるんじゃない。どんだけ汗かいてもそれは水分が出ててるだけでダイエットにはなんないっつうの。おしっこいっぱいしても痩せはしないっしょ。それと一緒。別に胸張っていうことでもないと思うけど。いらっしゃいませー、おいしいよー、食べてってよー。あ、
橋田さんもめっかりもーさん、もっこりぞうさん、違うよ。めっかりもーさんっていうのは種ヶ島弁でおはようのこと。あ、そうなん。なんだ、びっくりした。おじゃあ改めまして、めっかりもーさん。めっかりもーさん。ん、はあ、やっぱり今日は猫耳メイドじゃないんか。残念。まだ言ってる。いい加減諦めたらいいのに。あれは昨日だけ。昨日だって他の人たちも同じ格好になってたからまだ良かったけどさ。でも絶対集客力上がると思うんだよね。そうだ、せっかくだから僕から店長さんに提案してみるっつうのは。本当にやめてください。それよりさ、せっかく来たんだから何か食べてってよ。そういえば食べ物のお店だったっけ。カイはご飯は食べてきたの。まあ軽くはね。でもせっかくだし食べていくってのもありかな。やった。はい、こちらメニューになります。なんかいっぱいあって迷う。アキちゃんのおすすめは。軽く食べるならこのサバサンドとか美味しいんじゃないかな。あとは BLT サンドとか。なんか普通のメニューだね。だって郷土料理なんて貝は食べ飽きてるだろうから。橋田さんにはこのザコバーガーとかどうかな。ザコ？なんそれ？なんかディスられてる？そうじゃなくてキビナゴのこと。種子島ではキビナゴをザコって呼ぶんですよ。さ、キビナゴをすり身にしてハンバーグ状にして焼いたのを挟んでるの。意外と美味しいよ。ほえー。他はそうだな、アゴカツとかアゴパスタとか。アゴ？トビウオのことです。ああ、特にこっちのアゴパスタは美味しいですよ。ねえ、これってひょっとしてアキタンが作ってたりするん？えへん、もちろん。と言いたいところだけど、うちは接客だけ、作ってるのは店長なんだ。うちもゆくゆくは厨房でも働かせてもらえるようになりたいんだけど。っていうかさ、前から疑問だったんだけど、なんでアキちゃんこのお店でバイト始めたの？なんでって、それはその募集してたからだよ。おじさんにお願いして雇ってもらったんじゃなかったっけ？第一、バイトなら他でも募集してるでしょ。それこそ家から近い中種あたりでも。それに飲食店ってアキちゃんっぽくないし。それをそういや、アキタには夢はあるん？
うちの夢？そう、ヤシオ君の夢は宇宙飛行士になることしよう。アキタンは？うちの夢、そういや俺も知らないな。前はずっとガンツクを完成させることって言ってたけど、それは一応叶ったは叶ったよね。で、アキちゃんの今の夢は？それは、アキちゃん？そんなこといいから、ほら、注文は？何食べるか決めた？え？いや、じゃあ俺は BLT サンドで。じゃあ僕はザコバーガーとアゴパスタと、それからこっちの安納芋パイを。そんなに？いやどうも最近はすっかり食が細くなっちゃってさ。かしこまりました。では BLT サンドとザコバーガーとアゴパスタ、デザートに安納芋パイですね。すぐにお持ちします。秋田も大変だ。何がです？いんにゃ、こっちのことだ。ほう。はい、お待たせしました。おお。美味しそうでしょ。想像以上だお。でしょ。うちの店長、前は東京の有名店でシェフやってたんだって。どうぞ、コーデミレ。ああ、コーデミレっていうのは召し上がれって意味でしょ。知ってるの？知らなくても大体想像つくっしょ。そんじゃ改めていただきます。